航空自衛隊ではアメリカのロッキード・マーチン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の導入を進めているんだけど、105機の配備が予定されている通常離陸型の F-35A の他に、垂直短距離離着陸ショートタケオフバーティカルランディングストーブル型の F-35B を42機導入する計画だね。この F-35B を艦載機として運用するために海上自衛隊最大の護衛艦である出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH 出雲及び、加賀において軽空母として運用できるようにするための改修工事が実施されているらしいな。今回はそんな護衛艦加賀が、2024年中にアメリカ東海岸で F-35 運用評価試験を実施する件について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年11月13日にアメリカ海軍とアメリカ海兵隊の調査研究所である、アメリカ海軍調査研究所ユナイテッドステイツネイバルリサーチラボラトリー NRL が、日本の空母が2024年に F-35B 運用評価試験を受けるためにアメリカ本国の大西洋側にあるパタク船とリバー海軍航空基地に来訪すると発表したことが話題となっていて、この場合の日本の空母とは2023年中に飛行甲板の形状変更改修が完了したかがを指しており、2024年中にアメリカ東海岸に赴いて長期間にわたって滞在して F-35B 運用評価試験を受けるものとみられているよ。この F-35B 運用評価試験とは、空母上で F-35B を運用するにあたって適切であることを証明するために必要な手続きで、F-35A と F-35B に艦載機型の F-35C のライフサイクルプログラム管理などを主導する組織である F-35 ライトニング2統合プログラムオフィス、F-35 ライトニング2ジョイントプログラムオフィス JPO が、空母や強襲揚陸艦などの飛行甲板上において安全に F-35B が運用できるかどうかを検証するフライトデッキ認証テストのことだね。この試験はアメリカの東海岸大西洋側にあるパタク船とリバー海軍航空基地メリーランド州に所属する試験評価飛行部隊 VX23 のみが実施する試験であるため、 F-35B の運用資格取得を希望する艦艇はアメリカ東海岸まで航行して出向く必要があり、試験はそれぞれ個艦単位で実施されるため、たとえ同一設計の同級艦であったとしても必ず運用を希望する艦ごとに認証テストを受け直さなければならないんだ。これまでアメリカ海軍で F-35B を艦載して運用する原子力空母や強襲揚陸艦などの他に、イギリス海軍のクイーンエリザベス級空母のクイーンエリザベスとプリンスオブウェールズ、イタリア海軍の軽空母カブールがあり、護衛艦加賀がこの試験に合格すれば、F-35B を運用できる空母を保有する国として日本が4番目に名乗りを上げることになるな。イギリス海軍が威信をかけて建造した正規空母クイーンエリザベス級の1番艦クイーンエリザベスと2番艦プリンスオブウェールズは、基準排水量4万5000トン満載排水量6万7699トン全長 284.0 メートル最大幅73メートル水栓幅39メートル喫水 9.9 メートルと、中国がウクライナから買い取って初めての保有空母となった。遼寧旧ソ連海軍が設計建造していたバリアーグに匹敵する大きさがあるぜ。クイーンエリザベス級空母の特徴は、アイランド型の環境構造物が艦首側の航海作戦用環境と、間にエレベーターを挟んで後方に設置されている航空管制用環境の3つに分割して設置されている外観にあり、これはどちらかの環境が攻撃によって使用不能になった場合の降誕性を確保するとともに、3つのアイランド間に煙突を配置することで直下の艦底に配置されている機関から排出される排気通路を短縮することが可能となり、給排気系装置の軽量化と艦載機の発着艦に対する排煙の影響が軽減されているんだって。搭載機数は最大で F-35B を36機と哨戒ヘリコプター10機とされ、艦載機の発着艦は発艦にスキージャンプ台を用いて着艦は垂直降下する STOVL ショートタケオフバーティカルランディングストーブル方式が採用され、発着艦兼用の滑走レーンは艦の守備線と平行に設定されるアキシャルデッキ方式となっているよ。ただ同級の飛行甲板が左舷側に大きく張り出していることから、
将来的にアメリカ海軍の原子力空母のようにアングルドデッキを設定して発艦用カタパルトと着艦制動用のアレスティングワイヤーをすることで、キャトーバーカタパルトアシスティドテイクオフバットアレスティドリカバリーキャトーバー方式や、中国海軍の遼寧と山東などと同様のスキージャンプ台からの発艦とアレスティングワイヤーによって、着艦制動を行うストーバーショートタケオフバットアレスティドリカバリーストーバー方式に対応することが可能とされているな。また将来的には大型の無人航空機アンマンドエアリアルビークル UAV の運用が想定されているために、2021年頃からキャトーバー方式への改装が検討されているのであるが、当初は UAV への対応だけを想定されていたため、最大25トンまでの機体に対応したカタパルト及び20トン級の機体に対応したアレスティングワイヤーの設置が検討されていたぜ。しかしその後、F-35C や FA-18E スーパーホーネットなどの有人固定翼機の運用も検討され始めたため、官能源側に UAV 用に55メートルの長さのカタパルトを設置した上で、左舷側には90メートルの長さの電磁式カタパルトを設置し、アングルドデッキに着艦レーンを設定して先進着艦制動装置 AAG を設置して運用することも検討されているらしい。クイーンエリザベスにおいては2018年9月に、やはりアメリカ東海岸のメリーランド州沖で F-35B 運用評価試験が実施されていて、11週間にわたって500回以上に及ぶ F-35B 発着艦訓練が実施され試験に合格していたよ。そして2番艦のプリンス・オブ・ウェールズは当初2021年に運用評価試験が予定されていたのであるが、2020年10月に大量の海水が機関室に浸水する事故が発生して電気系統の設備が水没してしまい、その修理に長い期間を要してしまうんだ。その後改修工事が完了したプリンス・オブ・ウェールズは2023年10月にメリーランド州沖で F-35B の運用評価試験が実施され、アメリカ海軍の試験部隊 VX-23 の F-35B によって短距離発艦試験や垂直着艦試験が繰り返されただけでなく、イギリス海軍が独自に導入している低速で滑走しながら着艦する SRVL シプボーネロリングバーティカルランディング試験も実施され、10月29日には初めて F-35B による夜間 SRVL も実施されたことが伝えられたね。またイギリス海軍の2隻の空母の他にも、イタリア海軍が運用している軽空母カブールで F-35B を運用するための運用評価試験が2021年3月に実施されたぜ。カブールは基準排水量22,130トン満載排水量27,100トン全長 236.5メートル水線長 215.6メートル最大幅 39.00メートル喫水 8.7メートルと、海上自衛隊の出雲型護衛艦より満載排水量で約3000トン上回るが全長は 11.5 メートルほど短い艦隊で、STOVL 機の AV-8B ハリアー28機と AW-101、NH-90、SH-3D などのヘリコプターを8機搭載している軽空母だな。イタリアの空母は、カブールの先代にあたりカブールの収益によってヘリコプター揚陸艦に艦種変更となったジュゼッペ・ガリバルディ以来、護艦防御用の武装が重装備であることで知られていて、ジュゼッペ・ガリバルディはフリゲート並みの重装備とまで言われていたらしい。カブールの兵装は 76mm 単装速射砲が2機、25mm 機関砲3機に加えて、フランスのナバルグループが開発したシルバー A43 垂直発射システム VLS が8セル ×4 機で32セルあり、単射程型の艦対空ミサイルアスター15が装填されているね。出雲型護衛艦を軽空母として改修を進めることが決定されたことで、日本が世界で4番目に F-35 を艦載機として運用する国になることを受け、日本政府と防衛省は海上自衛艦と航空自衛艦からなる視察団を、2023年10月末のプリンス・オブ・ウェールズの F-35 運用評価試験に派遣して、同艦において実施された試験を視察させて情報収集に努めたんだ。プリンス・オブ・ウェールズでの試験の中には無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も行っており、加賀でも同様の試験が実施される可能性があることが指摘されているな。
今回は先に飛行甲板の形状変更などの空母化改修が進んでいた加賀が派遣されて F-35 運用評価試験が実施されるんだけど、同型艦の出雲についても次の改修が実施され次第同様の試験を受けることになり、それらが全て完了する頃に海上自衛隊に太平洋戦争以来念願とされていた空母艦隊が、誕生するかもしれないとして期待が膨らんでいるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本の次期戦闘機開発は当初の国内独自開発の方針から転換され、イギリス及びイタリアとの3カ国間での共同開発となって、2022年12月9日に日本イギリスイタリアの3カ国の政府はグローバル戦闘航空プログラム GCAP と名付けられたプロジェクトを立ち上げることを発表したね。日本が独自に進めてきた次期戦闘機開発計画とイギリスイタリアスウェーデンの間で進行中であった次世代戦闘機 BAE システムズテンペスト開発計画を統合して第6世代戦闘機を共同開発することが発表されたぜ。今回はそんな第6世代戦闘機の開発について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年12月14日には、東京で日本イギリスイタリア3カ国の防衛省による会合が開催され、その席上において木原稔防衛大臣がイギリスのグラント・シャップス国防大臣、イタリアのグイード・クロセット国防大臣と共に、GCAP の進捗管理を目的とする国際機関としてグローバル戦闘航空プログラム政府間機関 GIGO が、設立されることを明らかにして、その設立のための条約として、GCAP の設立に関する条約にそれぞれが署名して、条約が締結されたことを発表し、次期戦闘機 GCAP の3カ国共同開発プロジェクトが動き出したよ。GCAP に参画する日本企業は、次期戦闘機開発計画において契約機関であった三菱重工が新たに主契約者となって、機体を担当することになったほか、国産のハイパワーエンジン XF9 を開発した IHI がエンジンを担当し、三菱電機が電子機器を担当することが決定されたんだ。そして、イギリスからは機体においてはテンペストの開発機関であった BAE システムズが担当するほか、航空機エンジンの開発製造では定評があるロールスロイスがエンジン担当となり、イタリアに本社があるレオナルド S.P.A のイギリス法人が電子機器を担当することになり、イタリアからはレオナルド S.P.A とアビオエアロが開発に参加するみたい。その他、次期戦闘機用のミサイル開発にイギリスに本社を置くヨーロッパの武器製造企業である MBDA なども参加する予定とされているな。また、GIGO の本部はイギリスに設置されることが決定されることになり、トップは3カ国の責任者が持ち回りでつくことになるが、当初は日本人が就任する方向で調整していると伝えられていて、2024年内に正式合意する見通しとされているぜ。3カ国の政府及び開発に参画している各国企業間においては毎日のようにビデオ会議が実施されているとされ、そのことによって日を追うごとにチームの一体感は高まっていることなどが関係者の談話として伝わっていて、これまでのところ GCAP は順調に推移しているものとみられていたんだ。しかし、2024年7月4日に実施されたイギリス下院議会の総選挙において、政権与党であった保守党が大敗して、労働党のスターマー政権が発足したことで、GCAP の推進に影が差し始めたとする見方が広がっているよ。スターマー政権の関係者が、国防政策の見直しに取り組むことになるとして、GCAP 共同開発における開発費の見通しが立たないことを理由に、場合によっては GCAP 計画の遅延化、最悪の場合には撤退もあり得ると語っていることをイギリスのザ・タイムズなどのメディアが報じたためだね。スターマー政権は来年2025年の前半に国防政策見直しの結果を公表する予定としているが、国防省のルーク・ポラード閣外相が7月18日にロンドンで開かれた軍事関連のイベントにおいて、国防政策の見直しで何が起きるかを今の時点で予断するのは適切でないと述べたことで波紋が広がっているぜ。
ザ・タイムズは、ある財務省高官が戦闘機の共同開発化、米英豪による安全保障の枠組みを犯すにおいて、オーストラリア海軍の原子力潜水艦開発に協力するかのいずれか一方に絞るべきだと語ったとする記事を掲載し、国防省側が GCAP の共同開発にかかる最終的な開発費を明示できないため、財務省が計画そのものに懸念を示しているなどと報道する一方で、もし共同開発計画をイギリスが一方的に打ち切れば、現在良好な日本との関係を今後50年から100年にわたって破壊することになる。として良好な日本との関係性の悪化を懸念する防衛アナリストのコメントも伝えているらしい。また、2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻を受けて、ロシアの力による現状変更がさらに拡大することを懸念する。欧州各国が軍備の増強に動き出した状況下において、拡大しつつある国防予算を2035年に配備される予定の GCAP に注ぎ込むのではなく、ロシアを牽制するために現状における軍事力強化に充てるべきとする軍事専門家は決して少なくないな。もしスターマー政権が GCAP 開発の規模縮小や、最悪の場合として離脱して中止となるような事態となれば、日本とイタリアだけで開発を進めることは不可能に近くなり、日本は再び単独での次期戦闘機開発に戻ることになるが、その場合はこれまで費やした費用以上に大きなコストがかかる可能性が高いと見られているわけだ。そのような状況の中、イングランド南部のハンプシャー州にあるファーンボロー空港において7月22日から26日にかけて、ファーンボロー国際航空ショー開催され、BAE システムズの展示ブースにおいて GCAP の新しいコンセプトモデルが登場して話題を集めたよ。BAE システムズによるフルスケールの GCAP コンセプトモデルは、これまで三菱重工業が発表していた次期戦闘機や、BAE システムズのテンペストとして発表していたコンセプトモデルと比べて、特に主翼が三角形のデルタ翼となって幅が広くなっているなど、より進化したデザインとなったんだ。この変化についてはメディアや軍事専門家からは、将来においては戦闘機同士による近接して短距離空対空ミサイルや、機銃を撃ち合うような空中戦ドッグファイトは起こらなくなると見られていることから、今後は空中戦で重視される機体の機動性能よりも、翼を広くすることで内部の燃料タンクを大型化させ搭載燃料の量を増やして航続距離を稼ぐ方針に転換されたとの見方が出ているね。また空気抵抗をより低減するデザインとすることや、さらには主翼が大きくなることで揚力が増し、そのことによってミサイルなどのペイロードを増強させる狙いがあるのではないかとも報じているんだけど、これは日本の航空自衛隊においては GCAP が対地攻撃性能を重視している F2 戦闘機の後継機種であることと、イギリスにおいてもやはり対地攻撃重視のユーロファイタータイフーンの後継と考えていることによって、互いの要求が一致しているためであろうとの指摘があるみたい。そして、今回のファーンボロー国際航空省には労働党のスターマー新首相が現れ、GCAP について我々は大きな進歩を遂げているとその進捗について述べた上で、開発継続の重要性を強調したことから、新政権においても GCAP が継続される可能性があるとして安堵する声が広がったな。しかし、世界的には第6世代戦闘機の開発意欲は、そのためのコストがかかりすぎるとして低調らしい。アメリカは第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターや F-35 ライトニング2の後継と見られている。NGAD ネクストジェネレーションエアドミナンス開発計画をコストがかかりすぎるとして、根本から見直すことを明らかしているほか、ドイツとフランスが開発を進めている次世代戦闘機開発計画である FCAS に、コストダウンを目的としてスペインとベルギー参画が加わるなどしてコストダウンを図る動きを見せているぜ。しかし、高性能な第6世代戦闘機においては、開発コストのみならずメンテナンスなどの維持費用や、パイロットの訓練などの他に近代化改修にかかるコストなども巨額になることが指摘されていて、GCAP も NGAD や FCAS と同様に開発の見直しや滞りが発生する可能性は否定できず、その場合には政府と防衛省は日本の国防に関して再検討を余儀なくされるのではないかとの見方が広がっているね。
それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2024年6月7日、日本の尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船舶の4隻が同時に侵入する事態が発生したね。当日の午前中から午後にかけての延べ2時間余りの時間をかけて侵入した後、日本の領海を後にしたと報じられたな。今回はそんな中国海警局による尖閣周辺海域への侵入について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船舶が侵入したのは、今年2024年に入ってからはこれで通算17回目を数え、尖閣諸島周辺の接続水域にまで範囲を拡大した場合には、昨年末からほぼ毎日航行が確認されているよ。今回の中国海警局の船舶による領海侵犯行為の始まりも、同日朝に同局の4隻すべての船舶がまず接続水域を航行した後に発生しており、このところすっかり定番と化したカンスラール4隻1セットでの行動で行われた模様だね。日本政府側の対応は同日の午後に林官房長官が記者会見の席上において、中国海警局の船舶の日本の領海への侵入は国際法に違反する行為であり、外交を通じ抗議を行うと同時に、尖閣諸島周辺海域の警戒及び監視を継続する旨を表明したみたい。林官房長官のコメントは中国海警局の領海侵犯行為に対して非常に遺憾であると述べたけど、これはいわゆる遺憾法と日本のマスメディア各社が評する紋切り型の反応であり、日本国内での扱いも特段大きなものとは感じられなかったんだ。一方の県の中国海警局は同局の報道官が従来通りの中国政府の見解にのっとり、尖閣諸島は中国固有の領土と主張しており、そこへでの船舶の行動は自国の主権や安全保障及び海洋権益を守るものだとするコメントを発しているぜ。その主張を前提として中国海警局の船舶は、自国の国内法に従って今後も尖閣諸島周辺海域での警備活動と法を守るための行動を継続すると述べており、そもそも当該の海域は日本の領海ではなく、自国のものだと強弁しているな。このように全く日本政府と中国政府とは尖閣諸島周辺海域をめぐり、それぞれが立脚する立場をことにしており、どこまで行ってもこの問題が平行線から抜け出す可能性は著しく低い、政治的な状況にあると言わざるを得ないんだ。今回、日本の尖閣諸島周辺の領海に侵入を行った中国海警局の船舶4隻には、いずれにも砲機関砲とおぼしき武装が搭載されていた模様だと伝えられており、常態化しているこうした行為でも1セット4隻の船舶すべてが武装しているケースは初めてではないかと目されているね。こうした中国海警備局の船舶の武装に対する表現も、日本のマスメディア各社はその大半が機関砲らしきものを搭載していたとの言い方で表記しており、例によってあからさまな断定は避けた無難な表現にとどめている感が強いぜ。いずれにせよ中国側がこうした中国海警局の船舶の武装をはじめとし、装備や送り込んでくる隻数や船舶の規模自体も徐々に増加させている傾向は強まりこそすれ弱まる素振りなど見られないことから、日本政府もさらなる対抗策を迫られているわけだ。そうした中で報じられたのが、これら相次ぐ尖閣諸島周辺海域への中国海警局の船舶の侵入頻度と隻数の増加に対し、海上保安庁ではこれまでにない規模の排水量を持ち、多用途な運用を可能とする超大型の巡視船を建造する意向を表明したよ。この2024年6月時点で海上保安庁が保有運用している巡視船は、最大規模のものでも総トン数でおよそ7350トンの秋津島や、同7300トンの黎明型が3隻となっているんだけど、これらをはるかにしのぐ排水量の船舶の新規建造が打ち出されたんだ。この海上保安庁が新造を目指す巡視船は、全長でおよそ 200.0m。全幅等の数値は不明ではあるけど、総トン数では実に3万トンクラスの規模になることが報じられており、現行の秋津島や黎明型としても総トンは4倍以上になる計算だね。
海上保安庁ではちょうど今年2024年4月、1992年4月から32年間にわたって収益させていた大型の巡視船敷島を老朽化に伴い退役させており、この敷島は収益から2015年に中国海警局の船舶が収益するまでは世界最大の7175トンの総トン数を誇る巡視船だったな。巡視船敷島の船名は最新型の大型巡視船である黎明型の4番艦に引き継がれ、新しい敷島もこの今年2024年3月には浸水を終えており、2026年中には収益を行う予定で準備が進められているらしい。現時点では今年退役を行った初代敷島の改良型と位置づけられる秋津島が、総トン数で7350トン、全長で 150.0 メートル、全幅で 17.0 メートルの船体を持ち、海上保安庁が持つ最大規模の船舶となっているね。ちなみに海上自衛隊で現時点で最大の規模を誇る艦艇といえば、ちょうど航空母艦化改修の途上にある出雲と加賀の2隻の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦であり、最大で各種の回転翼機を14機収容可能なキャパシティを持っているぜ。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、海上自衛隊で最大規模の艦艇というだけあって、基準排水量で1万9500トン、満載排水量で2万6000トン、全長で 248.0 メートル、全幅で 38.0 メートルともとより他国の軽空母並みの艦隊を有しているな。今でこそ出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が航空母艦化改修を施され、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する艦艇となることを目指し着々とその準備が進められているけど、最初からその道のりが確定していたわけではないんだ。まず海上自衛隊では大隅型輸送艦3隻を1998年から2003年までかけて収益させ、同隊として初めて全通式の飛行甲板を備えた艦艇として、外艦は航空母艦前とした同艦を配備することで世論の批判をかわす足がかりにしたと言えるね。続いて海上自衛隊では大隅型輸送艦において全通式の飛行甲板を装備する艦艇の地ならしを終えた後、2009年から2011年にかけて同様に全通式の飛行甲板を備えるヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦を収益させたよ。ヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦は、基準排水量で13,950トン、満載排水量でおよそ19,000トン、全長で 197.0 メートル、全幅で 33.0 メートルほどの規模となったが、これがベースとなり出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の建造に行き着いたぜ。ヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦にせよ、次の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦にせよ、周辺諸国への配慮と日本国内世論に優位する形でその建造と収益は進められ、災害時には多数の回転翼を用いての救助や救助者の収容が行えることが強調された感はあったよな。そうした災害救助任務への従事も行える点を日向型や出雲型は日本において、その必要性を認知されるためのポイントに用いた感は否めないが、そもそもは仮想敵国の潜水艦を封じ込めるための対潜哨戒任務が主要とではあるわけだ。今回、海上保安庁が新造を決めたという新型の総トン数3万トン超とも伝えられる排水量は、実に海上自衛隊で最大規模を誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦よりも大きいんだけど、その外観などもまだ定かとはなっていないよ。これほどの排水量を持つ点を鑑みれば、その新型の巡視船は広い飛行甲板を備え、多数の小型のゴムボートを収容する型式になると個人的には思え、海上保安庁所属の船舶ながら大隅型のようなドック式揚陸艦に近い形になるのではないかと推察しているぜ。これまでの報道によればこの新型巡視船は回転翼機を少なくとも3機搭載可能で、ゴムボートは数十隻、艦内にも1500名規模の人員を収容する能力を備えるとされ、南西諸島の有事の際には懸案となっている住民の保護にも活用が見込まれているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。